エアバンドはエアとバンドの合成語である。航空機と空港、または航空会社などの地上施設が無線通信する際に用いられる電波の周波数帯域のこと。航空無線機そのものを指す場合もある。なお、エアバンドを受信機で傍受して楽しむことを趣味とするものをエアバンドリスナー、およびその行為をエアバンドリスニングと呼ぶ。 エアーバンドは空港における中機場や誘導路、滑走路といった地上経路から飛行中においてまでのあらゆる航空機とそれらを交通整理する航空管制機関及び各航空会社とが情報交換したりするための無線周波数帯である。航空無線の受信は各国において対応が様々であり、軍事機密により 無線機の所持だけで違法になる国もある。日本でのエアバンドリスニングは、受信自体は合法であるが、通信の存在、または内容の漏えい、大音量のスピーカーを使用した放送や、公開、密か用は、電波法の守秘義務違反になる。受信機器も一般に幅広く販売されており、なおかつ受信も容易であることから、幅広い年齢層に親しまれている。 市販の受信機器の一例交代域受信機や専用のエアバンドレシーバーなどに専用のアンテナを接続し周波数を合わせることでエアバンドを受信することができる。電波形式は前半層波両側破帯であり中波ラジオ放送と同じ振幅変調周波数ステップは 25kHz であり108から 136MHz の範囲を受信できるものであればよい。なお 108から 118MHz の間は超短波、全方向式無線標識を受信することになり、音声通信は118から 136MHz の範囲である。受信機には固定機、車載機、携帯機の種類があり、使用場所、機能、価格などにより選択される。また、アマチュア無線機の受信周波数を改造して受信する方法もあるが、 近年発売されたモービル機、ハンディ機の機種には、設計段階から高帯域受信機能が内蔵されている機種も存在する。ただし、その場合は設定できる電波形式が限られていることがある。アンテナには、ディスコオンアンテナ、GP アンテナ、ヤギアンテナ、対数周期アンテナ、ホイップアンテナ等の種類がある。特殊な受信方法として、 古くは市販の FM ラジオ放送受信機の同調回路のコイルのインダクタンスを変更し周波数拡張する方法や最近では一部のワンセグチューナーとソフトウェア無線ソフトを用いてパソコンを利用し受信する方法もある。ありがとうございます。